写真拡大、全3枚、練習試合、DeNA5 の3ロッテ、20日、沖縄、宜野湾 DeNA のドラフト1位、上茶谷大川投手22、東洋大が20日、ロッテとの練習試合宜野湾に先発で2回を投げて、走者を1人も許さない完全投球を披露。即戦力と期待される右腕が圧巻投球で、開幕ローテーション入りへ大きくアピールした。試合は5対3で勝ち、対外試合3連勝とした。いつもの儀式だ。気温23度、曇天の宜野湾で上茶谷は腹に力を入れ、上ずる気持ちを落ち着かせた。即戦力右腕が実戦初登板で堂々の投球を披露した。学生時代からいつも試合前のブルペンでは緊張するんですけど、マウンドに立つと解ける。気持ちを整理して自分の出せることを出そうと思いました。1回に先頭打者を1球で3球に仕留めると、続く打者は D1 位藤原大阪桐蔭高打。意識しました。打たれたらと思って、相手の黄金ルーキーの引き立て役にはなるまいと、自己最速タイの152キロをマークするなど3ゴロに打ち取った。2回にはロッテの誇る巨漢コンビと対した。さっき24本塁打99打点の4番のアジャこと井上をキレのあるカットボールで空振りを奪い、3球三振に。メジャー通算35本塁打のバルガスにはスタンドに入ったと思いましたという大飛球を浴びたが、フェンス間際で中堅桑原が候補。一球も気を抜けないのが分かったと反省したが、終わってみれば2回打者6人を20球で料理した。ルーキーの回答にラミレス監督も笑顔で、マウンドさばきはいいし結果に満足している、かなりのポテンシャルと高く評価した。左翼の守備から見守った筒香もいい球を投げていた。シーズンは長いし、焦らずに準備したら必ずいい結果を残すと思いますと認めた。ちょっと自信がつきました。短いイニングだったこともあり、上茶谷の自己採点は厳しめの60点。伸びしろはある。開幕ローテーション入りへ存在感を示した。湯浅大。DeNA の先発事情。さっき、チームトップの11勝をマークした新人王左腕の東が左肘の違和感で出遅れ、開幕は微妙な状況。サウスポーでは石田、今永、浜口が開幕投手争いに名乗りを上げている。右投げでは、この日好投した上茶谷、大抜きの新人と飯塚、京山が今キャンプでアピール。その他ベテランの飯尾鮫、右足首違和感が癒えた平、2年目の坂口もローテ入りを狙っている。